どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。今回ご紹介するのはこちらでございますよ。グリーンパーク淡路町でございます。物件概要いきましょう。売り主設計坂入産業です。施工坂入建設オール坂入でございます。占有面積は 67.06 平米から 70.52 平米、倉庫数は33個です。そのうち3個2階部分が事務所扱いとなります。12階建てでございます。アドレスは東京都千代田区神田須田町1丁目です。竣工2022年5月予定しております。グリーンパークと聞くとそこまで聞いたことないなって方もいるかもしれませんけども、この辺りではですね非常に有名なデベロッパーでございます。淡路町駅とですね小川町駅徒歩2分でございます。そして神田駅へも徒歩6分となります。でまあこのもうご覧の通りなんですけども、住宅街と呼ぶにはですね程遠い感じにはなります。まあ、マンションとかはあるんですけども、まあ、雑居ビルとかそういったものもありますので、まあ、ザ住宅街住環境を求めますって方には合わないです。じゃあどんな方が合うかっていうと、もうとにかく足回りですよね。もうシャキシャキ動きたいっていう、そういう方に非常に合います。ここは山手線の内側に入ってますので、鉄道交通利便性なんかめちゃくちゃ便利ですよ。でこれだけ足回りが良い立地ですので、 1LDK だったり 2LDK があっても当然引き合いは多いのはもう予想できるんですけども、今回オール 3LDK です。珍しいです。67.06 平米から 70.52 平米、ワンフロア3個なんですが、それ以外はございません。まあ、2階に事務所はございますけども、住戸としてはそれ以外ございません。千代田区アドレスで新築マンションで 3LDK、 そして足回りの良さ求める方、これドンピシャです。で今回二面接道となります。二面接道の角地でございます。そしてワンフロア3個になりますので、全戸角10戸でございます。ただワンフロアが3戸なんですけども、外廊下なんですよ。ザ・パークハウス、プラウド、パークホームズと内廊下で来てたので、まあ、そこは頑張ってほしかったのかなと思うんですけどもね。まあ、ただ外廊下でも、もう本当に廊下の幅ってのは非常に短いので、まあどうしても絶対内廊下っていう方でなければ、まあ妥協できるかなと思います。でこういったですね古めのビルがあったりする立地ですので、将来的に前建てとかどんどん変わっていきます。なんならですねこちら目の前の歯科衛生士さんの専門学校、こちらも廃校が決まっております。なのでまあ古いので建て壊すのかなと予測できます。そしてもう一本のですね鉄道側の正面でもビルのですね解体工事が行われております。こちら解体工事のですね発注者野村不動産になっております。これがプラウドなのかオフィスビルなのかホテルなのかっていうのはちょっとまだ看板上では読み取れませんけども、まあ何かしらに変わると。なのでこういった形でどんどん古い建物が新しくなっていくっていうところを楽しめるかどうかですね。ただ今回ですね南東南西側接道しておりますので、まあ、このエリアにしては最高も上の方だとまあ確保できるかと、まあ、どうしても同じような背の高さの建物あります。この辺はまあ36メートルまでは建てられますので、まあ、将来的に建て替わるとそれももっともっと背の高い36メートル級にはなってくるので、まあ、歯科衛生のところもこの解体工事中のところもおそらく目いっぱいの36メートル級で来るかなと思いますので、まあ、影は落ちやすいかなと思いますけども、まあ、そちらのバルコニー面が接道しているっていうのは大きいかなと思います。あ、こちらの角の部分も敷地入ってるんですね。野村不動産の解体のところ、これ結構大きいですね。この広さだとオフィスビルなんですかね、どうでしょうか。今回外観デザイン結構かっこいいでございます。グリーンパークブランドを頑張ってること多いですからね。基壇部と最下以上のですね色合い分けてますし、まあ、小規模ながらもですねなんかこう存在感が出るように縦スリットの窓を多く採用してます。あとエントランスホールこじんまりしてますけども、正面の窓越しにですね中には覗めるようにしてくれてますし、アプローチも接道からちゃんと食い込ませて床天井部ともですね木目調にしてくれてます。で建設地からすぐのところですね、まずこちらプラウドでございます。プラウド千代田淡路町2016年築でございます。
こちらが新築時坪単価400万円ぐらいでした。今1割ぐらい上がって440ぐらいで動いております。そしてそのプラウドの向かいにあるのが、一部最初普通借地だったんですけども、全部所有権に変わったですね、パークホームズでございます。パークホームズ千代田淡路町、こちら2018年築でございます。新築時の坪単価が455万円ぐらいです。でこれ規模感もあるので、この辺では非常に目立つマンションということもあって、結構値上がりしてます。現在坪単価もう530ぐらいになっちゃってますね。中古マンションってどうしても現物を見るので、周辺で比べた時に、まあそれは規模感があって、まあ素敵なエントランスがあるの、まあ選ぶのはそれはしょうがないですよね。こんな感じで、まあクラウドももちろん十分かっこいいんですけども、やっぱりこのパークホームズは規模感もあるので人気でございます。プラウド千代田淡路町が約5年選手で坪単価435万円、そしてパークホームズの方が約3年選手で坪単価530万円ほど。そんな中で今回は新築なんですけども、坪単価460万円でございます。今回ご紹介しているグリーンパーク淡路町の平均坪単価は460万円なんですよ。そこなんですよね。分かってますね。もうチャレンジ価格ではないですよね。だから本当に売り手が分かってますよね。だってやっぱり周りプラウドパークホームズってなると、まあ、もちろん栄産業もこのエリアでは実績ある企業ですけども、まあただ客観的に見たらそれはプラウドパークホームズの方がまあまあ安心感はありますし、知名度はやっぱありますよね。まあそんな中で新築なんだけども、周辺のマーケットからずれない価格で出してくれるっていうのは、まあ買いやすさはありますね。で設備仕様としてはですね、ディスポーザーはございません。ただキッチン天板はフィオレストンですし、食器棚も天板フィオレストン合わせでついてます。あと私も買いたいなって思ってる、あのグロエと高木がコラボした一体型水栓を入れてくれてます。あれいいっすよね。あれに変えたいな。あとは一列除いてオープンキッチンなので、マントル型のレンジフードにしてくれたり、全室エアコンがついてます。でマルチエアコンなので室外機1台にしてます。今回バルコニー狭いので最初から室外機1台で対応できるマルチエアコンを全部屋に採用してくれてます。少し話それますが、グリーンパーク千代田淡路町、この辺のですね、栄産業の物件でございますけども、全然プラウドパークホームズに負けてないぐらいかっこいい外観デザインなんですよ。これも素敵ですよ。シンプルではありますけどもね。こちらは2012年築でございまして、新築時の坪単価310ぐらいで、現在はですね400弱ぐらいで動いております。で設備仕様の話に戻しますが、リビングですね、ダウンライト4灯つけてくれてて、それの調光コントローラーもついてます。もちろんベッドシーリングもついてますので、そちらですね好きなのつけることできます。あとはローイー服装ガラスも採用してくれてますし、洗面室の天板もヒオロストーンですね。あとは三面鏡下もモザイクタイルになってましたし、あとめっちゃ細かい部分でいいなと思ったのが、三面鏡の中にコンセントがあるんですけども、それが両サイドにあるんですよ。あれなかなかないんですよね。片方にあるっていうのはもうよくありますけど、両サイドに二口ついてます、三面鏡の中。あれいいですね。すいません、話もう一回それますが、周辺相場の部分で、こちらがザ・パークハウスでございます。ザ・パークハウス千代田淡路町です。2015年築でございます。新築時の坪単価が約365万円で、現在ですね坪単価440万円ほどで動いております。こちらもなかなかかっこいいですよね。で話をですね、ごめんなさい、設備仕様の方に戻します。玄関前カメラ付きインターホンついておりました。トイレは手洗いカウンターでローシルエットトイレですね。なのでまあディスポーザー除けば特に突っ込みどころはないかなと思います。まあもちろん点火せとかそういう細かい部分は気になる方いるかなとは思いますけども、まあ、設備仕様にしてはちゃんとしっかりと頑張っておりました。地下鉄の出入り口もですねすぐ近くにございます。千代田線と丸の内線の池袋方面は反対側の方が便利でございますが、あちらから入ると全部つながっております。千代田線利用の方もですね、雨の日は反対側の出入り口から入っちゃうそのまま行けますので、非常に便利でございます。この足回りの良さはたまらんですよね。神田駅も近いですからね。で構造の部分はですね二重か二重天井でございました。基本天井高は2450なので
まあそんな高くはないでございます。でまあ個数的に共用部っていうのはこれといってはないんですけども、1階に食会スペース設けてくれてます。コープ対応です。結構坂入さんそれ前々からこだわってますよね。ここ数年物件だとつけてくれてます。で駐車場に関しては屋内で平置き3区画なんですけども、うち1区画が事業協力者住戸用でございます。でさらにうち1区画が新商社優先なので、まあ、一般は1つっていうところになります。で駐輪場ですね、オートドアになっております。で屋内です。で今回他マンションと比べて、まあ、気になる点というか、まあ、致し方ない部分ではあるんですけども、管理費ちょっと高いです。グリーンパーク淡路町ですね、今作ですね。こちらディスポーザーなしの外廊下なんですけども、平米単価月額約375円します。まあ、規模感が違うのでこれを言っちゃなんですけども、先ほどのパークホームズ千代田淡路町ですね、あちらはディスポーザーがあり、そして内廊下で平米単価月額約298円なので、まあその辺のコスパ悪いかなと思います。ただオール 3LDK っていうところがザ・パークハウスもプラウドもパークホームズも叶えてない部分なので、それはすごいですね。日常の買い物としてはこの辺、まあ、マルエツプチとか業務スーパーあるんですけども、ワテラスも意外と近いんですよ。途中稲荷屋さんあるとこですね。あと新しくできた神田スクエアのサミットスターも近いでございます。まあ、都心にもスーパーマーケットができてくれてるのでいいですよね。通学校はですね、昌平小学校で徒歩11分でございます。まあメジャーデビューにこだわらないでこのエリアで探してたならもう買いですよね、ファミリーの方。まあ 3LDK ではありますけども、まあ、ファミリー、もう今ファミリーじゃなくて、もしかしたらファミリーになるかもしれないディンクスさんが買ってもいいかもしれないですね。この辺ほんと出物がないので、3LDK ってだけで結構売れると思いますよ。まあなのでこの辺はなんかメジャーデビューがいいとか、なんか間取りがどうとか、もう枝葉の部分で考える方で、なんかシンプルに、もうこのエリアで 3LDK を求める方が良い意味で、これ良い意味でですよ。良い意味で他がないので買うっていう、そういう新築マンションでございます。でまあ残債割れの心配も限りなく少ないですし、 3LDK ですけど、私はこれディンクスの方が、もしかしたら子供ができるかもしれないっていうディンクスの方が買っても非常にいいのかなと思います。まああとは、まあこのエリア購入検討される方に、これはもういつもお伝えしているところで、まあ別にこのエリアに限った話ではないんですけども、平日日中と、まあ、土日は比べた方がいいです。土日は結構比較的静かになります。平日の日中になるとこの辺雑居ビルがあって、あんまり喫煙コーナーとかがないんですね。雑居ビルのデメリットって、大きいビル、オフィスビルとかとちゃんと用意してくれてたりしますけども、まあ最近はないとこもありますからね。なんでまあ外にこう吸いに行くんですよね。それがちょっと雲隠れじゃないですけども、ちょっと路地に隠れて吸ってるみたいな、そういう方はもう多いです。まあ働いてる方も多いので、まあその辺は土日と平日の日中で結構雰囲気変わるエリアなので、そこは確認された方がいいかなと思いますけど、まあここで検討されてる方はもうそんなの分かってるよっていうところだとは思います。ということで今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いつも貴重なお時間本当にありがとうございます。記事の方ですね、同時に公開をいたします。こちらの動画の概要欄に記事の URL を貼っておきますので、合わせてご覧いただければ幸いでございます。隣解体されてどうなるんですかね。プラウドになるのかオフィスになるのかってとこですけども、なんか立地的にオフィスにしてきそうな感じもありますけどもね。それはマンションとしての需要がないっていう話ではなくて、今あの単価だとなかなかマンションとしては事業として難しいっていう意味で、なんかオフィスビルになりそうな気はします。まあ、もちろん土地の取得費抑えられてたらマンションにするんじゃないかなと思いますが、なかなか今建築費も高いので、マンションにするとこんだけ立地が良くてもついてこれないって方多いですからね。まあ、そんな中で今回は坪単価平均で460ですから、まあ、頑張ってきたなっていう感じはします。それでは失礼いたします。